こは時間も空間も超えた私の宇宙。え、何いきなりその始まり。よく来てくれました。なんか歓迎された。ありがとうございます。なんかもっと上からよく来たな、みたいなこと言われるのかなと思ったら、なんか結構下から来てくれたんでね。あ、来ました。私はアルセウス？あなたたち、人がそう呼ぶもの、アルセウスだったの？あなた。なんだこれは、どんな姿ですかという、この4つの選択肢、男女で分かれてますよね。まあ、男で、普通にノーマルなやつでいこうと思います。なんと呼びましょう。いや、さっきはずっと敬語やね。上品な方なんやね、アルセウスっていうのは。まあ、これは、ピーマン。しみじみと。何？あ、いや、なんか言えや。あなたがこれから、降り立つ世界には人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。そりゃそうでしょ。あんたもポケモンだよ。すべてのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せましょう。すべてのポケモンに出会うのです。どういうこっちゃね。まあ、結局姿現さなかったね。で、何、どこ、ここ、俺、誰。俺はピーマン。それは間違いない。え、なんか落ちていってる。いきなり落とされていってる。どこ行くのよ。これはスマホだね。え、わお、ポケモンレジェンズ、アルセウス。始まり始まりってことね。え、ちょっとほんと、これまでと全然違うんでね、これまでのポケモン作品は博士が出てきてそっからの説明があったんですけど、そうじゃないから戸惑いが半端ない。なんだよ急に、Wake up, right now? Wake up, right now? おおおおおおお、いきなり、生きてますかって、いや死んではないけどね。え、どなたで、なんかポケモン3匹映ってますけど。一匹もろ映ってるけどね。いやいや、もう別に上向く必要ないじゃないけど。なんか人がいる。誰だこいつ。どこだここ。何？昔っぽい雰囲気。漂ってるよね。空から落ちてきて驚きましたが、よかった。生きてますね。あ、それなら死んでてもおかしくないわ。まあ、生きてました。で、あなた誰？誰ですか？ここはどこですか？おっと、ポケモン作品にはあまりない選択肢やね。誰ですか？いや、まず、それを聞きたいわ。お前誰やねん。ここどこより。それはこちらのセリフです。いや、それもこっちのセリフだよ。まず名乗れ、お前。お前が見つけたんだろ、俺のこと。空から落ちてくるなんて一体どこの誰だというのですか？こんな見た目のやつが。どういうこと？俺は誰なの、結局。自分のことを理解してないからさ、俺は。なるほど、大変ですね。では、行く当てはあるのですか？あるわけねえだろ、お前。ふざけてんのか。ありません。知り合いもおらず、寝場所もない。とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるのですか？なんなんだよ、この選択肢。どうしよう、なんとか、どうしたらいいんですか？わかりません。めっちゃ不安がってるけど。助けてくれよ、お前。どう見ても今、助けをこう取るやろ。なんで腕組むね。深く考える必要もないし、なんだよそこの3匹のポケモンは。わかりました。困ってる人を見捨てるわけにはいかないのです。当たり前だろ。おおおお、急に何、クポー、あ、プシュ、え、何、このポケモンなの、プシュっていうの。それ水っぽい、なんか擬音だけど。ピチャチャ、それは水っぽいわ。そうでした。この子たち逃げたポケモンを追いかけてきたら君が落ちてきたのです。この子たちはもしかして君の出現を分かっていたのでしょうか。なんかそんな雰囲気ないけどね。ボケーとした平和な3匹なポケモンですよ。そうだ、君ポケモン分かりますか。いや、設定がまず分からんわ。何も知ってますよさ。何も知らへんやんけ、お前。まあ、そこは知ってるんで、知ってるって答えましょう。そうです、この子たちはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物です。それで君のお名前は。なんかこのくだりはなんかこれまでの博士っぽいくだりやね。あったね、シリーズで。ピーマン君というのですが、不思議な印象の名前ですが。まあ確かにね。それは間違いないよ。きっと素敵な意味ですね。そういう意味ではないけどな。おっと、総理。あ、名前がわかった。
僕はラベンです、ポケモン博士をしているのです。なるほどね、だから博士っぽいくだりがあったんだ。ポケモンたちのことを詳しく知るためあれこれしている研究家なのです。今この子たちを、おーおーおーおお、走って逃げていってる。お前だいぶ嫌われてないか。おお、可愛いポケモンたちどうして逃げ出したりするのですか。お前なんかしとるからやろ。逃げたポケモンたちを追いかけるのです。それはお前の使命だと。俺の使命ではないよね。え、付き合わなあかん感じ。待ってください、行っちゃったね。まあここにずっと立ちっぱなしっていうのもあれですし、動かなきゃね。でなんだこの広大な世界。もうこの時点でこれまでのポケモンと違う雰囲気ですよね。でなんだこれ、黄色いマーカーみたいな、これアイテム、あ、これってさっきなんか映ってたやつじゃない。ピーマン、スマートフォンらしきものを拾った。らしきものやね。確かなんか俺が知ってるやつと違う。アルセウスフォンと使命を託す。すべてのポケモンと出会いというなんか強制的なそのメッセージやめて、上から目線で。すべてのポケモンと出会いというのもようわからんけどね。この世界に何匹のポケモンがおるか。で、この世界は何なのか。そこの説明してもらってないの。出会いだなんてなんか失礼なやつやな。あ、で、博士の姿がようやく確認できたわ。でもポケモンたちはいなさそうやね。はぁ、全然当たらないのです。おお、空から落ちてきた人を助けに来てくれたのですね。あの、俺名前名乗ったよね。ピーマンです。呼べよ。そうやって長すぎるだろ、空から落ちてきた人って。ポケモンを捕まえるために いくつもボールを投げましたが全然ダメなのです。あ、ダメっていうのはそういう意味。そうです、まずはあの子たち逃げたポケモンについて説明いたしますね。モクロウです。あ、普通に歩いてる。かわいらしいね。モクロウは光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。うん、こうってかわいらしい。あ、で終わって次は？これは知ってるよ。あちらにいるのが火の嵐ですね。火の嵐の背中が燃えている。炎は怒ったり驚くと勢いが増すのです。今どうなんだろう、これ。あー、なんかちょっと怒ってる、威嚇してる感じ。ブワーってなったね、炎が。で最後こいつ、これはあんま知らんな。池のそばにいるのはミジュマル。ミジュマルは水上で浮かんで寝たり、お腹の貝のようなもので戦ったりします。貝のようなものというか貝だよね、どう見ても。まあポッチャムの劣化版としか思えないんですけど。いや、そんなこと言っちゃならんね。大事なことを忘れてました。ポケモンの捕まえ方ですよね。いや、お前が頑張れよ。え、なんで俺に託してきたの？はい、モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるのです。あれ？なんかいつもと形状違くない？これ。色とかもね。モンスターボールを50個！サービス良すぎるだろ、お前よ！俺、よっぽど下手やと思われてるってことかな、50個もくれるっていうのは。おと総理、これでは説明不足ですね。ちょくちょくなんなんだよ、その外人要素は。いいですか？ポケモンは不思議な生き物と言いました。では、何が不思議なのでしょうか？それはどのポケモンも小さくなる習性を持っているのです。そしてモンスターボールです。最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんとポケモンは小さくなってモンスターボールに収まります。つまり捕獲できるというわけです。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。あ、俺がやるんだそれ。捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。僕には狙ったところを投げる才能はありませんからね。悲しい、自分で言うな。ま、ものは試しにちょっとやっていきましょう。最初ね、ドイツにしようかな。モクロウから行ってみようかな。どこいたっけあいつ。火の嵐はそこにいるけどね。あ、モクロウ一番奥にいるな。じゃあそのモクロウ、なんかテク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 歩いてるけどね、緊張感ないな。これ近づいたら攻撃してくるとかあんの？なんか今リアクションあったけど、逃げてる風もないよね。何の緊張感もない、お前。これ、ちょっと動くだけの的じゃねえか。これ当てれないってどういうことやねん。あ、ちょっと逃げてるわ、やっぱ。まあ、捕まえましょう。これ、ZR 長押しで、投げる。で、え、OK？ いつも簡単に。おう、素晴らしいです。ポケモンを捕まえましたね。こんなこともお前できへんのか。なんかポケモン博士って名乗っちゃダメなような気がするけどね。ピマ君、ポケモンを捕まえる才能は？ここで生きていくのに有用です。生きていかなきゃダメなのか。帰りてえわ、今の世界、元の世界。逃げたポケモンはあと2匹です。それにしても君は珍しいことをポケモンを恐れていないようですね。またポケモンも俺を恐れてないけどね。
舐められてんな。この調子で2匹捕まえる。何の難しい要素もないですけどもね。これまでとはちょっと違うシステムではあるんだけど、ただポケモンにボールぶつけて待つだけ。はい、簡単にね。元からちょっと若干手なずいてるポケモンだから簡単捕まえれるんでしょうけどね、これ。ピュア君すごいですよ。当たり前のことやって褒められるのも気色悪い話やな。世の中にはポケモンを捕まえるどころか近づくことすら恐れる人もいるのに、お前じゃないか、それ。あと一匹ですね。さあ探しましょう。捕まえましょう。探すも何もそこにいたろう。日の嵐なんてめちゃくちゃわかりやすいわ。その辺うろちょろしてんのね、これ。可愛らしいことをね。ほら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 、なんかしてる。もっと逃げろや。炎は一応大きくなってるけどね。一応ビビってはいるんだろうけど、緊張感ないな。ほらやっぱぶつけて終わりじゃん。多少ちょっとずれてても当たり判定になるんやね。なんか真正面ドストライク投げないとダメってわけではない。え、あ、そうです。モンスターボールで 100% 捕獲できるわけではないのです。なんかもうものすごい絶望的な顔してるけど、バッドエンド。もう一度ボールを投げてください。まあそりゃそうだよね。 100% 捕まえれるマスターボール的なシステムだったら全然楽しくないですから。あ、もう一回投げる。いましたわ、これ。あ、当たってない。あ、やっぱちょっとずれたらあかんのか。ドストライク投げないのね。いい、これでゲットだぜ。簡単にね。何も難しい要素なかったね。で、持ってきたぞ、無能な博士よ。ありがとうございます。いや、助かりましたよ。いいですか、君に捕まえてもらった3匹のポケモンは調査のために村に運ばれてきたばかりで、誰の言うことも聞かないのですよ。の割にはおとなしかったけどね。さっきも言ったように、君の落下を分かっていたかのように村を飛び出してしまうし、それにしてもピーマン君、君のボールさばきには驚きです。ここに来たばかりなのになぜそんなにポケモン、うまくポケモンを捕まえれるのですか。君の出現には何かしらの意味があるように思えるのです。その意味をこっちも分かってないからね。なんでこのタイミングでみんな出すね。なんだよそれ。全てのポケモンと出会え。へえ、アルセウスフォン。まず電話がこの世界にあるのかってことですよね。あんの？不思議な代物ですが、まるで君を導くかのようです。受け入れてくれたわ。なんか物分かり良すぎるだろ。いきなりですがいいですか、僕の夢はこの地方を初めて、この地方を初めてのポケモン図鑑を完成させることです。わかりますか、ポケモン図鑑。この地域がわからん。ただポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。ですがモンスターボールは開発されたばかりで、うまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。そこに登場した君、ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。やめて、褒めたたえないで。誰でもできることなんで。すべてのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕、お互い協力し合えるのです。でも協力するとは言ってないけどね。どうでしょう、助け合うというのは。わかりました。この選択肢一応あるんやね。なんか素直にはいわかりましたって言いたくない。こいつなんか言いくるめられた感じがするんでね、ちょっと抵抗したいんで。どうでしょう、助け合いというのは。これはもう強制的やね。もう一回だけちょっと、あー、もう繰り返しになるわ。この顔見てなおまだね言ってくるっていうのは、お前すげえメンタルの持ち主だわ。あ、じゃあもう分かりました。二度ちょっとって言ったけどね。いや、その笑顔怖いわお前よ。ちょっと本性出たやん。僕は君を歓迎します。腹立つは上から目線で。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。それでは案内します、僕たちのことぶき村。ことぶき村、なんか新大地方で聞いたことあるような気がするけどね。で、あれ何なの、さっきから怖い感じ。今はまだわからないってこと。